はい、それでですね、ブレイキングダウンの6の試合の中で、ちょっとあの他の試合とちょっと装いが違うような試合がありました。はいはい、それは、10人抜きという形でですね、まあ、これもあの以前の動画でもお話しさせてもらいました。あの2期というのは兄貴というような、うん、まあ、そこにこうその人間のまあ特徴やまあフレーズというようなものをつける、うん、それで10人2期って言われてる人、その10人2期の10人というのは多分その10人相手と喧嘩したというところで、その中でそれがちょっとあの、朝倉未来さんの動画でちょっとそれが不可視と言いましょうか、なんかこうあの、まあ、そういうキャラクターなんですね、この人は10人2期という形、うん、対、青汁王子さん、うん、の試合があってですね、まあ、これあの見出し的にはこう終わらない無制限最弱対決だそんな形になっているちょっと会場が悲鳴を上げてたっていうような形になったっていうような、まあ、試合になったのかな、最弱対決という形というようなね、こうことらしいです。でこれは、まあ、ブレイキングダウンの、まあ、スピンオフっていう形で、うん、ブレイキングダウン 5.5 っていうのがありますね、はいはい、そこであの十二日さんがあのレペゼンフォックスっていうのが今、まあ、過去のレペゼン地球さんの DJ 社長さんと対戦したんですね、この十二日さんが、はい、でこれが最弱対決として行われた試合だったんですね、うん、まあ、それに敗れたことによってブレイキングダウン史上最弱の烙印を押されたという形になっていると。対する美咲さんはブレイキングダウン4の方でですね、ちょっと今回いろいろ問題ありました、あの会津の喧嘩屋さんのね、久保田悟さん、うんうん、と戦って、まあ、あのジープをかけて、あの愛車のジープをかけて対戦して負けたんで、うん、愛車を久保田さんにあげたっていうようなこと、うん、でその形でこの試合は、まあ、ここの最初のね試合ではこうお互いに何をかけるのかっていうのも、まあ、論点になって、うん、で美咲さんはですね、こう1000万円上のジープをまた購入して、でこれに対して12日さんが、まあ、拍子抜けというか、なんかこうアルファドンが良かったみたいな、こうもうよく分からへん、もうそういうようなこう、トラッシュトークもありながら、で、ゴングが鳴ったんですね、うんうん、で、ゴングが鳴ってですね、12日さんはゴングが鳴ってすぐにこう美咲さんのねパンチ、うん、これを被弾する、うん、でなんかこれに予想外にこれがキーなのか、違う方向を向いてですね、うん、なんかパンチを放っていくわけです。全然相手の顔を見てないのに、うん、でこの動きにですね、会場からちょっと失笑が起こったり、うん、2期前見て、12日前見てとかね、顔下げないでとかいう、そういったようなちょっとこうコミカルな試合になった、うんうん、で対する美咲さんは距離を詰めて12日さんに対してコンパクトなパンチを当てていったというような展開の中、まあこれ3ラウンド延長になっていったってことなのかな、うん、うん、過ぎるとちょっと試合はちょっとカオス状態になっていったと、はい、うん、体力のなくなった十二日さんが逃げ続けると、ね、逃げ続ける十二日さんにこう美咲さんがこう追っかけていくというような展開になっていったっていうことなのかな、うん、まあ、そういったような形でこう延長延長になっていって、うん、見出しであるようにね、無制限最弱対決というような形になって、うん、8ラウンドまでいったってことなんですね、これ、うん、8ラウンドまでいってですね、ついに試合がね、まあ、集結した、うん、ね、ゴング終了間際、これもギリギリまでいったんですね、12日さんがゲージに寄りかかってね、ちょっとうずくまる形でガードしてると、うんうん、でそれをこう、もう試合放棄やっていうね、戦闘、続行不可能というような形で、うん、レフリーが試合を止めて、うん、ちょっともうブロッキー状態という形で、うん、この試合は終わったと、うん、まあ、そういったようなね、うん、ちょっと逃げ疲れたんですかね、ちょっとね、まあそういうような、まあこういうような試合っていうのもね、まあ、ある違う部分でのこう見どころがあったみたいなことだから、うん、でもね、勝った美咲さんはですね、まあまあ、事業でいろいろ成功されてますんでね、でも本当にね、会社でいくら儲けるよりもね、ブレイキングダウンのこの価値が嬉しいと、はい、うん、で12日さんも、まあ、8ラウンド続いたってことなんでね、根性があると感じましたと、うん、やっぱり格闘技で痛いですねと、うん、で本当にこれで、格闘家の方をリスペクトすると、これに命をかけて格闘家の人たちはね、日々、ね、こういう試合をしてるんでね、うん、頑張ってね、その命の削り合いというようなことをしてるんで、まあ、そういったようなリスペクトの言葉、うん、まあ、やってみるとわからん言葉、そうなんですね、まあ、経営はね、こ うまくいってる美咲さんですけれども、こうやって体を動かすということで、そういうようなことを実感すると、でこうね、会場に姿を現した、実はこのレペゼン・フォックスのね、DJ 社長さんがこうマイクを持ってね、美咲さんに対戦要求すると。それに対して美咲さんがですね、下から2番目対決でいいかっていうようなね、まあ、じゃあ次かその次でやろうっていうような形で、この試合は、幕を閉じるというようなことになりました、はい、はい、ではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。